動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回は茨城県は水戸駅にやってきました。で、今回もサッカーを見に来たんですけども、茨城で何か面白い食べ物はないのかどうか YouTube で調べてたら今回見つけました。こちらです。クレープのお店ケイズさんにやってきました。で、なんかもやもやさまずもやさま出ましたって書いてます。で、店主さんの癖が強めだそうです。埼玉のクリスティーヌの店主さんも結構癖があるような気がします。ということでメニューを見ていきます。まずはこの自分でトッピングできるコーナーがあります。タピオカとかもあったりして、あとはバナナ、定番のバナナがあったり、あとは惣菜クレープもこちらケイズさんは取り扱ってます。で、右に行くとピーチとかイチゴとかあったりして、あとはこちらはなんか焼きリンゴクレープカスタード、クレープじゃないクリームカスタード、あとはタピオカラッシーなどもあったりするそうです。でも今回はなんか YouTube で見たチョコパフェクレープというものにしたいと思います。この日は日曜日の11時半頃に来たんですけども、5分待ったくらいですぐ買いました。でもその後すぐ5人ぐらい並んでたんで人気のあるお店です。で、こちらちょっと奥さんが頼んでるチョコイチゴカスタードクレープです。こちらは普通サイズのクレープとなります。なんかこの日はイチゴが安くてイチゴ増量してもらいました。ありがとうございます。で、こちらがチョコパフェクレープなんですけども、クリームの量がすごいです。で、コーンフレークもたっぷり入れてもらいまして、でチョコソース最後にかけます。で、いよいよ包んでいくんですけども、このようにすごい豪快な巻き方となっております。完成しました。それではお店の外に出て見てみると、めちゃくちゃでかいです。重さは 500g ぐらいはありそうな体感でした。ということで座れるところを探していきます。だから公園って書いてたんで向かっております。でもちょっとベンチがあったんでここで座って食べます。で、チョコイチゴカスタードは通常サイズで、僕のチョコパフェクレープはこのようにめちゃくちゃでかいです。もうすごいもう手のひらサイズかなっていうぐらいの大きさです。それでは早速いただきます。まずはガブリと一口いただきます。非常にうまいです。クリームは甘すぎなくて美味しいです。で、この周りのクレープがパリパリになってて、なんか今までにないクレープ生地でした。で、パリパリ生地以外はもちもちしたクレープ生地になっております。で、クリームほんといっぱい入ってるんで、クリーム好きな方もこう満足できる量かなと思います。で、チョコのクリームはハーシーズのチョコソースとクリームを混ぜてました。で、あとは通常のクリームの2種類が入ってます。で、バナナは2本入っております。巨大クレープにバナナはつきものですね。そしてこの溢れ出しそうなクリーム。で、このチョコパフェクレープを買うときに店主さんに、かなりでかいんですけど大丈夫ですかって聞かれます。フルーツパフェクレープもどんな大きさなのか、今度また近くに寄ったら買いたいなと思いました。そして僕がこんなところでこんなでかいクレープを食べてたもんだから、通りすがりのカップルにすごいなんか怪訝そうな目で見られました。悲しみで、あとこういう顔なんで、駅のホームでこのホームはここの駅止まりますかとか聞かれたり、あと歩いてたらここはどうやったら行きますかとかよく聞かれたりします。で、この日も声かけてもらって、左、今女の人たちに出てきて、食べたら森の中で、あ、ありがとうございます。見せてあげるって言うと、ひょうたんが見られるということで気になるので後で見に行きます。で、このようにまだまだクリームは大量に入っております。ほんと結構すごいボリュームなんで、2人で分けてちょうどいい、またちょっと多いぐらいの量かなと思います。で、バナナも2本分入ってるんでまだまだおります。で、僕ほんと知らない人にガンガン声かけてる人とか見るとすごいなと憧れます。もう最近なんかより人に会うことがなくなったので、もともと人と話したりするの得意じゃなかったんですけど、より悪化した気がします。でもこう今年はマスクも各自の判断になったり、日常が戻ってきたので、アクティブに生活したいなっていう願望は持っております。で、この巨大クレープ1回食べたらもういいやってなるんですけど、また編集してたら食べたくなるんで、超でかいクレープ情報があったら教えてほしいなと思います。で、この日はこの巨大クレープを食べた後にサッカーを見に行ったんですけども、鹿島ファンの視聴者さんに声かけてもらいました。
しかも女子高生でこの僕のチャンネルの視聴者さんで13歳から17歳って 1.4% しかいないんで、すごい奇跡の割合でした。ありがとうございます。で、初めて写真も一緒に撮ってもらってとても嬉しかったです。で、今年はサッカー月1目標で見に行く予定なんで、鹿島サポーターの方仲良く絡んでもらえたら嬉しいです。で、クレープのお店ケイズさん、本当かなりのコスパを誇るクレープ屋さんだなと思いました。350円ぐらいでかなりの大きさのクレープが食べることが可能姉妹なので、水戸駅に来られた際はぜひ行ってみてはいかがでしょうか、クレープ好きの皆さん。ということで、最後の一口をガブリチュー懐かしいして完食しました。それでは、私、皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていって、今年中にチャンネル登録1万人を目指しているので、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ということで、クレープめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは早速ひょうたんを見に行きます。で、行く途中梅がかなり咲いておりました。ここで問題です。この梅の名前は何でしょうか。こちら、ガリュウバイ。すごいかっこいい名前です。で、ひょうたんランプ店っていうのは、こういうのが暗い部屋にいっぱい並んでました。で、鹿島サッカースタジアムに来て、この鹿島サッカースタジアムはもつ煮がすごい美味しいんですけど、並んでたらなんと売り切れました。もつ煮がたこ焼きに。で、なんか別の場所ではあったよと奥さんが買ってきてくれました。具沢山で非常に美味しくておすすめです。で、サッカーの試合は引き分けだったんですけども、めちゃくちゃいい試合でした。最高です。で、2日目のモーニングはエスプレッソ D ワークス鹿島店にやってきました。すごい綺麗な店内で、どのモーニングのメニューもすごいおしゃれでワクワクします。で、モーニングはこのドリンクセットっていうのが付けられます。で、あとはパンケーキもありまして、かなりの種類があります。ちょっとモーニングも食べたいんですけど、今回はパンケーキを頼んでいきます。あとはデザート、フレンチトーストとかバスクチーズケーキがあったりします。で、こちらが100っていうパン、食パンです。なんか水分量が100っていうのが世界初の食パンだそうです。前も食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。このホイップバターをつけて食べたら、もうすっくもうわーってめっちゃ美味しいってなります。本当に美味しいんで超おすすめです。で、こちらがプレーンのパンケーキです。すっごいプルプルしております。で、メープルソースかけてもよしって感じです。で、中はこのようになっております。で、奥さんが頼んだのがティラミスのパンケーキ。もうすごい見た目が映えるだけなのかなって思うんですけども、味もしっかり美味しかったです。このホイップクリームもすごい軽くて、で、このパンケーキもすごい軽いんで、もうずっと空気エアを食べてるような感じで、いくらでも食べれちゃいそうでした。で、こちらのお店、店舗が埼玉だと所沢で、東京だと池袋とか恵比寿にもあるそうなんで、気になる方はぜひ行ってみてほしいです。で、最後に問題です。今映ってる映像にあのトイレの扉があるんですけども、どこにあるでしょうか。正解はこちらでした。僕出てきました。最後までご視聴ありがとうございました。